12月13日の調整で、全撃ダメージは、プラス7からプラス8になったノーマルエールを紹介するよ。計略は、指揮後の単体強化で、味方の戦場にいる接種数が多いほど、武力と速度が上がる。5兵士で、武力プラス7、速度プラス60、効果時間10カウント。高層ダメージは4兵士から追加され、その際のダメージ上昇は、兵種数に関わらず一定。注意点として、戦場にいる味方の兵種数のみカウントすること。余談として、進撃の巨人コラボカードで兵種調査兵団になっている味方も1兵士として扱う。超万次郎は、採用するだけで、事前に6色にできたけど、こっちは、調査兵団を作るには、指揮を使う裾の効果時間のみになるから、普通に5兵士で使うのが無難そうかな。兵士の条件がある分武力上昇、速度上昇、効果時間ともに高めの計略。計略の使用帳アラデッキでの採用が主になるかな。こいつらを守る必要なんてなかったな。攻めあるのに。潰せ！義国の決死たちよ、我の義憤に応えよ。命の値は千金だ。惜しむ時にはちゃんと惜しめ。敵の撃破で追加効果がある計略を相手してて、やられると思った時は敵の部隊に倒してもらいに行くのも手。命の値は千金だ。惜しむ時にはちゃんと惜しめ。潰せ！マイキよ、ダメ！様ごとき流派発動。三の肩まだいけるぜ。進続け。こんなこともあるでしょう。私に続け。どうせ。私に続け。お助けいただきありがとうございます。どうせ。こいつらを守る必要なんてなかったな。攻めあるのに。やるぜ。準備は整っていますよ。義国の決死たちよ、我の義憤に応えよ。持っていけ。俺を惜しむな。俺頑張ったよな。どうせ。私に続け。
づけ。マイキーを潰せ。私に続け。全力で叩きつけ。私に続け。償おう。さあ、誰の手も借りぬ。まだいけるぜ。流派発動。美の型。私を殺さないと。なんとに欲しい。潰せ。準備は整っていますよ。戦機開放。戦機開放。義国の決死たちよ、我の義憤に応えよ。こいつらを守る必要なんてなかったな。迫るのに。俺はもっと強くなれる。やるぜ。兵士を続け。やるぜ。マイキーを頼む。かく。俺を惜しむな。今回は2試合やるよ。誰の手も借りぬ。やるぜ。俺頑張ったよ。俺を超えるか。まだ生きてはるわ。こんなこともあるでしょう。流派発動。一の型。なんとに星が。まだ生きてくる。私に続け。強いな。まだいけるぜ。私に続け。償おう。それはやめ。お助けいただきありがとうございます。
私を殺さないのか。私に続け。やるぜ。リュウハ発動。一の方。義国の剣士たちよ、我の義憤に応えよ。剣族どもよ、立ち上がれ。続け。まだ生きてはるわ。強いな、あんた。俺、頑張ってやる。俺を超えるか。リュウハ、発動。二の肩。よりや者ども、こんなこともあるでしょう。リュウハ発動。三の肩。まだ生きてはるわ。お助けいただきありがとうございます。全力で叩きつける。どもよ、立ち上がれ。義国の剣士たちよ、我の義憤に応えよ。天は鬼の上に鬼を作らず、鬼の下に鬼を作らず、まだ生き続け。私に続け。まだ生きてはる。償おう。俺はもっと強くなれる。やるぜ。まだ生きてはる。こんなこともあるでしょう。強いな、あの。よりや者ども、前期解放。粉々に散るがよい。俺、頑張ったよな。誰の手も借りぬ。ボロビー。
れを超えるか。それはやめー。ご視聴ありがとうございました。